上り線施設の環境。中央の山が、万代山万代山サービスエリアは、福島県山郡万代町にある、万越自動車道のサービスエリアである。下り線は東 SA を過ぎると、合図若松 IC 手前の合図、大学裏手付近までの約1 1トルのほとんどが連続4.0%の下り坂となる。万越自動車道のサービスエリアでは、唯一、 一般的な SA の設備が整っている。下り線のフードコートが第一弾として2014年7月31日午前10時にグランドオープンした。さらに、同年9月から第二期工事としてショッピングコーナーの改修工事を行い、同年11月22日午前11時にドラマチックエリアバンダイさんとしてグランドオープンした。バンダイさん SA のり線から本線にかけての エリアには、福島県最大の縄文時代中期の集落跡で、あるノりまさしり遺跡が存在していた。高速道路建設の事前調査として1988年から1989年にかけて発掘調査が実施され、縦穴住居跡129件、土工759基などが発見されている。この発掘調査で出土した約26万点の異物ち、 残存状態の良好な俵家184点と土製品80点、石器、石製品523点は2009年に国の重要文化財に指定されている。ありがとうございます。